ジョン・リチャード・ケーシックは、アメリカ合衆国の政治家、オハイオ州議会議員、連邦会員議員、連邦会員予算委員長、第69代オハイオ州知事などを歴任した。1952年5月13日に、ペンシルベニア州ピッツバーグ郊外のマッキーズ・ロックスにて、チェコ系の父のジョン・ケーシックとクロアチア系の母のアンナ、ブコビッチ・ケーシックの長男として誕生する。 マッキーズロックスの公立高校を卒業後、オハイオ州立大学に進学した。大学1年時の1970年に1968年、アメリカ合衆国大統領選挙で支持した第37代、アメリカ合衆国大統領、リチャード・ニクソンに手紙を送ったところ、ホワイトハウスに招かれ、大統領執務室で、ニクソンと面会した。大学卒業後は、 オハイオ州立法サービス委員会職員を経て、共和党所属のオハイオ州議会上院議員、バズ・ルーケンズの秘書を務めた。1978年に、オハイオ州議会上院選挙に出馬し、民主党現職のロバート・オーショネシーを破って、当選した。史上最年少である26歳の若さで、オハイオ州議会上院議員に選出された。ロナルド・レーガン大統領と握手する。 ケーシック1 9 8 3年から2001年まで、オハイオ州第12区選出の連邦会員議員を務める。1990年代前半には、法人税の逃げ道を減らすために、ラルフ・ネーダーと協力し、1995年には、会員予算委員長に就任した。2000年アメリカ合衆国大統領選挙への出馬も検討したが、結局は、 第46代テキサス州知事ジョージ・ W ・ブッシュの指示に転じた。連邦会院議員退任後は、FOX ニュースの司会者やコメンテーターを担当する、傍ら、リーマンブラザーズ・オハイオ支社の投資銀行部門で取締役を務めた。その後、政治活動を再開し、2010年の中間選挙で民主党現職知事のテッドストリックランドの再選を阻止して、 第69代オハイオ州知事に選出される。2014年の中間選挙でも幅広い支持を得て民主党候補にダブルスコアで圧勝し再選を果たした。2015年7月21日にオハイオ州立大学で2016年アメリカ合衆国大統領選挙への出馬を表明した。当初は知名度が低かったが時間が経つにつれドナルド・トランプや テッド・クルーズの台頭とジェブ・ブッシュの伸び悩みに危機感を抱き、マルコルビオにも共感できない層の受け皿として、特に北東部や中西部などでクリス・クリスティと共に支持率が上昇した。2016年3月14日にオハイオ州で開かれたケーシックの集会では、2012年、アメリカ合衆国大統領選挙の共和党、指名候補である元マサチューセッツ州知事のミットロムニーが、 応援演説を行った。3月15日実施のオハイオ州予備選挙では、トランプらを破って、勝利を飾り、党指名争いにおける最後の3人に生き残った。同年4月下旬、トランプの指名獲得を阻止するため、クルーズと選挙協定を締結し、オレゴン州とニューメキシコ州では、ケーシック、インディアナ州ではクルーズに票を集めるという戦略を打ち立てる。 だが、5月3日に実施された、各州予備選で、トランプが勝利を収め、クルーズとケーシックの2位3位連合は、こうをそうしなかった。5月4日、党指名争いからの撤退を表明した。ありがとうございます。